サルマレドン接近。顔認証で頑張るオッポのエントリースマホ登場。電子レンジマンの動画。川番が積んだもんなのだ。四国メタンですが、このチャンネルで紹介する中古スマホはハイエンドが多いんだけど、今回は珍しくローエンドモデルを買ってみたのだ。本当に珍しいわよね。エントリー切って発売時点ですでにギリギリの性能なので、型落ちになるといよいよどうしようもなくなる危険性があるんだよね。しかしながら今回はオッポ強化月間ということであえて買ってみたのだ。そういえばリノ 11A を買ってたわね。オッポはリノ 5A やファインド X3 プロあたりを最後にめっちゃテンション下がってる印象なんだよね。2021年まではハイエンドも出して頑張ってたけど、以降はもうエントリー機とやや微妙なミドル機しか出してないわね。しかしながら夏時点では今年久々にハイエンドの新作を日本でも出すっぽいみたいな話が出てたんだよね。全然落とさないまま11月になっちゃったけど大丈夫なのかしらね。投稿者は R15 やファインド X 初代あたりからいろいろ買っていて、オッポのスマホは結構好きなので、応援の意にも込めてしばらくオッポの買い逃してたスマホを中心にいろいろレビューしていこうかと思っているのだ。スルーしてたのはエントリーかミドル機が多いから盛り上がるかは分からんけど、そんなわけで今回は以前リクエストもいただいていたオッポ A55S をレビューするのだ。果たしてどんなもんかしらね。早速開封して使ってみましょうか。ちなみに CC コネクトの非常に良いの楽天版在庫を買ってみたのだ。1万円でポイント込みなら9400円程度というわけでね、届いたのだ。佐川急便で届いたわね。状態は非常に良いとのことだけど、どんなもんかね。 CC コネクトは基本的にイオシス C ランクくらいの商品状態のイメージがあるけども、背面は確かに非常に良いに該当するような綺麗さがあるわね。多分ケースつけて使われてたんだろうね。ちなみに付属品はないのだ。テカテカしてないグリーンの本体はなかなか良い感じなのだ。そしてフレームの反射が凄まじいので静止画でお届けしようか。左の側面には音量ボタンとしますスロット、下部には USB タイプ C ポートとイヤホンジャック、右の側面には電源ボタンなのだ。オッポスマホって電源と音量の配置が左右に分かれてるから誤ってスクショしちゃいやすいのよね。またアウトカメラは少し出っ張ってる感じ。広角と深度センサーのダブルレンズだね。これシムフリー版は 33,800 円もしたのか。お財布携帯や指紋認証なしでこの価格はちょっと高いわね。というか指紋認証ないのか。この辺りの仕様が発売された2021年時点でももう厳しめで、あまり人気がなかったような気がするのだ。 CPU は当時のエントリー機によくついてたやつだよね。防水だけ IP68。 画面解像度も普通にフル HD プラスだから台所とかでの動画再生用サブ機としては使えそう。そう、用途を絞れば割といけるんじゃないかと思って今回買ってみたのだ。楽天版を。画面は発色がそれなりに良くて、もともと安価な機種なことを踏まえると良いと思うよ。インカメラは左端に。この配置結構良いと思うんだけど、自撮りとかで不都合があるのかなくなっていったよね。なおフレームにやや使用感あり、画面や背面は綺麗って感じだったよ。まあイオシスなら C ランクかな。まず言わせてくれ、フリーインストールアプリが多い。エントリースマホみたいなのに限ってやたらにプリインストールアプリが増える気がする。今回のは楽天版だから楽天系アプリが大量に入ってしまうのが難点なのだ。まあ幸いそこまで大容量のアプリはなくて、大容量ゲームが複数入ってた LG スタイル3なんかよりはいいけどね。あれは4ギガ弱のゲームとか普通に入ってたからな。あとホーム画面は初期状態だと iPhone みたいなやつだけど、設定アプリで普通のにできるのだ。全部のアプリがホーム画面に表示されてると邪魔だからドロワーモードのが良いと思う。クイック設定パネルはギャラクシーとかみたいな感じで普通に使いやすいと思うのだ。 Android 12あたりからピクセル等はなんか使いづらくなったけど、海外メーカーは独自しようとして従来の雰囲気で言っているところも多いわね。絶対こういうやつの方が使いやすいと思うのだが。そしてアンツツベンチマークテストの結果は365,259点だったのだ。まあこんなもんかってところ。この時代あたりから徐々にエントリー機も最低限使える感じになってきた印象ではある。ちなみにこのチャンネルのアンツツのバージョンは V10 の 2.5 にほぼほぼ統一されてるんだけど、これは手放す機種も多いし計測し直すのも面倒だからという都合なんだよね。とはいえずっとこのバージョンのままでいくのも限界ありそうだし、来年になったらその時点の最新バージョンを1年使うような感じにでもしてみましょうか。でゲームとかはさすがに厳しいのかしら。そもそもストレージ 64GB だけど。容量がカツカツだけど、とりあえず原神を入れて遊んでみたのだ。初期状態で画質は最低設定だったけど、正直こいつについてはこれ以上設定上げても無理な気がするのだ。エントリースマホだからね。このまま検証してみましょうか。というわけで遊んでみましたが、まあ無理だねこれは。明らかに動きがガタガタでもう無理ですって感じ。その辺の動物を飼って素材を入手するのすら困難だわ。ある程度新しいスマホとはいえ、エントリースマホで原神はやっぱり無理があったね。
2018年くらいのハイエンドスマホでももうちょっと動くとは思うのだ。まあそもそも原神遊ぶような人がこの機種を選ぶことはないとは思うけど、やっぱりゲームをするのであればある程度予算を出してまともな性能の機種を選びたいところだわね。そして学マスも入れてみたんだけどこれも無理ですわな。初期状態の画質が簡易って本当に最低限のレベルだからね。 4K テレビで2000年頃の画質悪い SD デジタル作画アニメを見せられてるような表示になるのだ。その例えでわかる人がどのくらいいるのかはよくわからんけども、原神とかみたいなアクションゲームはまだしも美少女ゲームで画質が悪いってもう致命的すぎるのよね。 100% の拡大率にしてみたけど、東大この蜃気楼の中みたいな表示は。今回ばかりはもうメニューの画面が表示された段階で検証の続行を諦めるに至ったわね。こんなボケボケ画質で琴音をプロデュースするのは耐えられないのだ。というわけで最近のソーシャルゲームをする人は A55S を買うのはやめておいた方が良いと思うのだ。しかしながらブラウザなんかはそこまで違和感なく表示できる感じだったね。こいつ IP68 防水防塵だからライトな用途であればいろいろな環境で活用できそう。お風呂対応みたいに歌われてはないので自己責任だけど、とりあえず同行者が風呂で使った限りでは普通に快適に使えてたね。この価格帯なら最悪ぶっ壊れてもそこまで精神的なダメージはないし、風呂用みたいに割り切って使っても良いのかも。メインスマホを持ち込むより安心。動画再生なんかもまあ普通にできてたね。見ての通り全画面表示にするときとかにちょっとカクつきは発生するんだけど、動画の再生自体はまあ問題ないかと。モトローラとかのスマホは安いと解像度低かったりするけど、こいつはフル HD 以上だから細かい部分まで綺麗だよ。なお顔認証についてはマスクしてても普通に反応してたね。爆速ってわけではないけど、まあ使えなくはないくらいの認証速度。スピーカーはモノラルなんだけど、まあ別に極端に音が悪いって感じではないかと。風呂で動画見るとかみたいなながら系の使い方なら全くストレスはないかと。音楽を綺麗な音で聞きたければイヤホンジャックもついてるからね。最後にカメラの作例も見てみようか。日差しが強い昼間の屋外、まあ綺麗だけどちょっと建物の暗さが際立ってるかしら。エントリースマホということで映りは控えめな印象があるかな。例えば LG のスタイル3なんかと比べるとどうもわざとらしいというか古臭い色合いになりやすいかな。まあ被写体にもよるかしらね。このイチョウの木なんかはどっちも悪くないかと。この写真なんかは結構良い感じかな。看板にズームしてみた。望遠ないからデジタルズームだけど、まあ悪くはない印象だわ。右の方白飛びしてるが、やっぱりうまく撮れた時と失敗した時の差が激しいような気がするわね。微妙になる率がそこそこ高いかな。今日はブックオフに行ってきたけど、まあ特に収穫はなかったのだ。日曜の仙台駅周辺は非常に混んでいる。そしてラーメンだけど、まああんまりインスタ映え的なことはないかしら。明るさが足りてない場所だと騒音に微妙な映りになっちゃうかな。松屋はそこそこ良い感じ。まあご飯粒は白飛び気味だけどね。店内が明るいからカレーがすごく美味しそうに撮れてるわね。自宅で食べたの R も良い感じ。しかしながら夜景はかなり厳しいかな。2017年頃のアクオスみたいなレベル。まあこの環境が暗すぎるのもあるけど、ほとんど何も見えんわ。公園で動画を撮ってみる。歩きながらの撮影はかなりガクガクしてて苦しい雰囲気だね。せめて立ち止まった状態で撮らないときつそう。とりあえず思うのは、このスマホはカメラ用に買うものではないのだ。そう思うわね。一応夜景動画も撮影しているので見ておこうか。まあ順当に暗い場所を暗く映せてるわね。やっぱりカメラ用途はちょっとしんどいかなという感じ。作業用とか連絡用みたいなライトな用途向けの機種ね。そうなるね。電子レンジマンの動画というわけで性能自体は低いと思う一方、 A55S なんだけど端末のスペックはちらほら良い部分もあるので前用途次第ではありだとは思うよ。なお、そんなにバッテリーの持ちは良くない印象、中古だからってのもあるだろうけどね。まあなんというか、オッポスマホ自体は使い勝手は良い印象で、もう少し高性能なモデルもいろいろ出してくれればなとは思ったね。特にここ数年は一切出してないからね。まあ1万円以内で買えるなら検討してみてくれ。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、SNS もあるので興味あれば概要欄からチェックしてくれ。この後の A77 は HD プラス解像度で防水性能を落とされてるし、 A79 もお財布あるけど防水落ちてるんだよね。エントリースマホに防水を求めるなら
A55S が地味に強い感じみたい。ズンダモンは公式擬人化らしいなんかいるやつ。ズンダアローの戦士ズンダモン。